そうかそうか。だいぶ新しいゲームってことやね。すげえな。もう普通に入ってるのもすごいよな。だからレトロペディアジャンボには入ってなかったわけや。そういうことか。これまだね、移植されてないらしい家庭用は2003年めっちゃ新しいな。だからですね。面白そうや。うわ、こういう感じ？ああ、なるほど。コントラとかみたいな感じや。あ、死んだ。いや、一発やられるんや。めっちゃ難しいね。コントラとか、ガンスターヒーローズ系やね。あと、メタルスラッグとかみたいな感じや。そうか、そりゃレトロペディアジャンボに入ってないですよね。あ、やられた。ああ、クジラの上に乗ってんねや。いや、これは、あんまり僕は知らないですけど、友達のね、Facebook の情報で見た、初めて知ったようなもんですから。これスーパーコネックス自体買ったのだいぶ前ですけど、これが入ってること自体が気づいてないところもあるから。すげえな、迫力ありますね。なるほどねー。これもちょっと9回クレジット使えるみたいですから、クレジットがなくなったらこれも終わりにしたいと思います。今なんか真っ二つになってたような気がしたけど。うわっ、20回カウントあるんや。あ、今度、あ、海底や。水の中でこんな撃てるんかい？銃とか爆弾まで。このイルカはこれあれなんか、こちらじゃなくてイルカですね。このイルカペットなのかな、この主人公の。あっと、あれジャンプせなあかんのか。うわ、死んだ。これでクリア。これで一面クリアってことか。ああ、一面クリアやね。結構長いね、一面。一つの面が。
みんな膨らんでやられるんや。すげえミサイル。ギガウィング2もこのアトミスウェーブとかの方ですもんね。お前イルカン的なのかね。もうなんか囚われてる女の子が、もうやられた。コンテナを使った時だけこのマシンガンみたいなのが出るんですね。はい、クレジット。イルカ無敵ですね。あ、中入ってくるな。コントラっぽい展開に変わった。ああ、やられた。無敵かこれ。ああ、やられた。めっちゃ気持ち悪いな。至近距離でなんかナイフみたいなんで刺すんや。あ、やられた。あと3回。むずい。これもう二人同時プレイができそうですね。
みませんが。お